メニューがすごい量いっぱい。結構でか、大きくない？大きいよ。結構おべ。あーめっちゃいい匂いする。いただきます。弁当って感じ変な。そう。なんかお店でさ、うん、定食食べてるぐらいの。うん、オムライスとか山椒焼きとかも送りますね。ヒレの山椒焼きとか、ね、ヒレカツとか。ヒレカツ美味しそうだね。確かに。カツ丼も美味しそう。普通に。美味しそう。ちょっと決めれ。優柔不断を感じしてしまう。ドキュメント。ごめんなさい。結構でか、大きくない？大きいよ。結構お弁当ね。なんかさ、お弁当さ、でかない？これめっちゃでかいんだけど。大きい。早く食べよう。食べたい。スカスカスタジアムなんか昔来たことあるけど、記憶がもう薄いわ。あんまり混んよね。あんま混んよね。シティライトの方が近いしね、住んでる場所的にも。確かに。なんかイベントで来たりとかはあるけど。そう、吹奏楽とか。吹奏楽で来た。あー、来てそう。野球の応援で。そう。マジで嫌だったわ。おい。暑いしさ、なんでうちはこんなとこで吹かんといけんのってめっちゃ思っとって、私だけ。でも先輩、先輩がさ、うん、野球部の先輩が好きだったけんさ、あ、もう青春なんよ。私なんか好きな人おらんくってさ、もうめんどくさいってめっちゃ思った。温度差な、温度差。最低。暑い、早く帰りたいと思いながら吹いて覚えられる。え、すごいのなんかあるよ。青春じゃねえわ、全然。これ何？また弁当だって。ちょっとあのさっきのお店のパネルとちょっとパネルっていうかあの似てるね。うん、あの屋根、うん、屋根っていうか、あ、なんだろう、看板、うん、でヒレカツ弁当はじゃーん。うわ、すごい、見て、美味しそう。これは美味しそうじゃわ。量多いね。すごい、これは美味しそう。で、焼き弁当がじゃん。すごいね、あの短時間で作ったんだよね。すごいね。すごい。では、早速開封。あー、めっちゃいい匂いする。いい匂いでございます。いい匂いですか？いい匂いですよ、お焼き。エロくない？いい感じ。ではでは、いただきますね。では、いただきます。おいしい。甘さ加減とかどうですか？うん、ちょうどいいし、程よいし、お肉柔らかいし、食べやすい。あ、いいですね、なんか手作りな感じで、あの母の味って感じですね。おいしい。うんうん。まあまあ、ヒレカツから食べよっか。ヒレカツ弁当だし。いいね。硬いんかな、どうなんかな。結構どうなんだろうな、弁当やからちょっと、うん、
て。でもなんかまだあったかいしね、出来たてって感じなんよ。じゃあいただきます。うんうん、美味しいよ。美味しい。柔らかい。柔らかいんじゃん。柔らかいし、あったかいし、ボリュームすごい。なんか弁当って感じんな。そうそうそう。なんかお店でさ、うん、定食食べてるぐらいの。うん、あんなの食えるか。なんか弁当って弁当の味になった感じや。うん、お店で食べるまんまのクオリティをお弁当で食べれるって感じ。すごいこれ。これすごいな。弁当クオリティじゃないな、うん、このカツ。めっちゃうまいんだけど。カツ絶対美味しいと思う。でもあったかいしね、うん、弁当なのに。これ冷めても美味しそうやしな、うん、家でチンしても美味しそう、うん、これめっちゃ美味しいわ。これはいくらだったかな。これが770円ぐらいかな。770円。安くね、うん、一緒、770円。2人で確かに食べるな。でもこれ、ね、そう、これからの季節さ、ピクニックみたいなね、ちょうどいいよね。秋で気候もいいし、でさ、なんかそのなんていうかな、おしゃれなさ、うん、やっぱりこうランチとかに女子って行きがちじゃし、うん、こうおしゃれなところで食べたいっていうのも分かるけど、うん、なんか友達と買って、うん、こういう公園みたいなんで食べるのすごい新鮮で、そうそうそう、なんかまたすごく新しい美味しさというかね、まあ、美味しいし、めちゃめちゃ美味しいし、しかもこう、こう外だからさ、いいよね、いい自然の感じね、うん、すごいいいし、なんか、あ、なんかピクニックに来たなという感じがするね、いい新鮮な感じで、はい、最高だね。ぜひ逆になるかな、ほじ、これね、美味しかったね、ほんと。ごちそうさまでした。はい。おお、大丈夫。じゃあこれがとか見てる、これが大変です、ね、ちょっとあのパッケージとかちょっといろいろ説明してほしいかな。確かに。ちょっとこんな感じ。ヒレカツすごいよね、あの短時間で作ったんだよね。すごいね、すごい。え、ゲールちょっとそこどけて。食べやすい。ちょっとカンちゃんが かないそうな。早く食べてみたいな。もうソースかけようとして、濃くない、濃くないから食べやすいよ。めっちゃいい。ソースかけようとしてる。我慢せんから動物。カナペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。